これは県の来年度の予算編成を前に宮崎市が行ったもので、昨日は清山市長らが県庁を訪れ、河野知事に要望書を手渡しました。要望書では交通インフラの整備や災害対策の支援など33項目が盛り込まれていて、このうち重点要望では青島エリアにある県有地の有効活用を求めています。慢性的に青島エリア今駐車場不足で、非常に来客者が増えていますから、そこをもう少し拡充して渋滞状況を緩和できないかなと。近年再開発が相次ぎ注目が高まっている青島エリア、実は観光の要となる場所には県有地が点在しています。青島を代表するホテルの隣にあるこちらが県有地の無料駐車場です。平日のしかもあいにくの天気にもかかわらず満車となっています。またこの駐車場とビーチの間にある青島園地と呼ばれる県有地は木々が生い茂り昼間でも薄暗いため、市は治安に不安を感じる利用客も多いとしています。このため要望では青島園地を間伐して駐車場の拡充やシャワーなどの施設整備を求めています。最近は平日でも満車状態で、隙を見てこう入れるような形になってます。もう土日祝日はむしろ逆に来ないですね。もう入れないと分かってるから。波がでかい時とかはもう満タンで、そこにもう入り口のとこが並んでたりして、まあ、混んでますね。サーフィン終わって出る時もこうやっぱ渋滞とかしてたらやっぱ出れなくて帰れなかったり。青島エリアでは別の場所にある県有地の駐車場も渋滞や混雑が問題となっていて、要望を受けた県は関係機関と話し合いながら対応していきたいとしています。